鹿児島青年所の抽選場跡鹿児島青年所とは、秋田県の城市二津井地域に、江戸時代から明治時代にあった精錬所である。野城市二津井地域の東部、米城川と藤琴川の合流点近くにあり、老山とも書かれた。現在は建物はなく、杉木立ちの中に、が落ちている土地になっていて貯水池の跡や石垣の跡地が残っている。 鹿山島聖所の西には藤琴川が迫り、東側には旧坂の君町坂が立ち塞がっており、平坦な土地は南北に細長い。東の坂の途中に鹿山神社がある。この急な坂は現在君町坂の第二駐車場まで続いており、江戸時代ではこの道が、米城川がやや増水した時に、宇宙街道として使用された。久保田藩の道は、 大阪で陳調された。それは、生成技術が進んでいなかったため、秋田からの銅には多量の銀が混入していたからである。そこで、久保田藩は、平賀源内をはじめ技術者を招聘した。さらに、南蛮武器の技術で藩内で銀を生産するため、この鹿山製錬所を作った。兄鉱山や田良鉱山などから川を利用して、鉱石を運び、銀や銅、 鉛を生産した。アニ鉱山付近では、銅の生産に必要な燃料が、やっと確保できる状況であり、燃料を求めやすい新しい場所が必要であった。富士川上流には燃料を確保できる山林が、豊富で、千便での運搬が可能であり、また、アニ鉱山の銅の精錬には書くことができない鉛を、タラ鉱山から確保できた。百七十三年、 久保田藩の江戸藩邸御用人の王太太夫は、医師、千賀道高田区を訪れたところ、そこに、平賀玄内と吉田治兵衛が偶然居合わせていた。そこで、大田は、平賀玄内と吉田から、秋田の銅山には、銀が取り残されているのではないか。だから、大阪の商人たちが、秋田の銅を陳庁するのだと言われる。大田は早速、藩にこのことを上申した。 久保田藩では、平賀と吉田を秋田に呼び寄せることにした。ただ、彼らは、幕府から、当時の最新技術である、南蛮絞りは、伝授してはいけないと言命されていた。彼らは、久保田藩に来訪し、院内鉱山や兄鉱山、鹿児山聖錬所を回り、指導を行った。彼らが、鹿児山聖錬所に来訪した詳しい日程を、特定できる資料は、まだない。 彼らの指導はそれほど効果はなかったとする資料もあるが、吉田治兵衛の父は、この功績により、生涯住人淵を与えられている事実もあり、一定の効果はあったのではないかとされている。1774年に、大田太夫は、平賀と吉田から伝授されなかった南蛮武器の方法を知るために、大阪に派遣された。大田は、大阪で一族が、 秋田の鉱山を経営していて、秋田との縁が深い大阪屋旧左衛門に密かに頼み、秋田に技術を伝授させることを了承させた。大阪屋は、手代ゼミエモンらを秋田に派遣し1775年7月から、新技術による、精錬所の建設が始まり、1775年12月10日から、本格的な、南蛮武器法によるギニア、銅の生産が始まった。 その後、最盛期の慶応年間には、妊婦小屋が48件、400人前後の人々が、暮らす別天地となっていた。鹿児島錬年書にはいくつかの文献、資料が残されており、秋田県立図書館には、長浜や現在門上書、平賀源内吉田治む表秋田へ招くこと、宇州鹿児山銀絞り方隊、 かごやませい作業絵図、かごやまぎり方法などの文書が残されている。美しく彩色された絵図は、当時のせいれの仕事を、生き生きと描いている。鹿ごやませいでは多彩な貨幣が密造、中造された。これは、久保田藩内だけまたは、兄に鉱山、鹿ごやませい多んし鉱山のみの通用線であったが、藩の財政維持に大きく寄与した。 昭和初期まではアニセンとも言われたが文献の発見等により籠山で鋳造されたことが明らかになっている。全国で三井に利用されたゼニザは多数あるが確証があるのは久保田藩の籠山ゼニザだけであると言われている。また頻度が高い十種に及ぶ多彩な貨幣が鋳造されているのは全国随一とも言われている。それゆえ、 全国の貨幣収集家からも注目されている。この三井は1862年から1870年まで行われた。鹿児島製錬所からは実際に中造船が出土している。また、英国製鉄簿や顕微鏡部品、銅の製簿像なども出土していて、明治初期の外国人技師の存在が裏付けられる。1869年5月、明治新政府は、 家幣の全国統一制度を目指して、各藩ごとの反殺や、中華製造を禁止する。そして、それまでの製造については不問にするが、以後のものについては厳罰に臨むことを明らかにし、各藩に監督士を派遣した。1870年8月に監督士の岩段県政が秋田に赴任すると1月まで密造していたと密告する者がいた。これは、 犯罪性担当を陥れる、派閥構想であるとされるが、いずれにせよ、秋との偽金事件として、中央で大問題となった。1871年に判決が出て、佐藤時之助と大山自衛門は、巡流10年となった。佐藤は判決の16日前に告示しており、責任を一人で、負う、覚悟の自殺とも言われている。大戦は、 翌年獄中で病死した。ありがとうございます。